らい喋るんですかね。半まで。あ、30分。あ、よかった。30分だけ教えてくださいじゃん。30分で、あとは、自由に多少の10分伸びてもらったり。あ、何十分になったら教えてください。逆に喋りすぎですね。なかなかあげるので、あのちょっとちらっと。オッケーです。ステージの方にお越しください。あ、そう。よいしょ、こんにちは。どうも。それでは、よろしくお願いします。どうも、よろしくお願いします。そして、どうも、初めてなんですが、ジジーさん。よろしくお願いします。マスク取って、そしていいマスク取って、マスクね、あの取っていただいても結構ですし、あのお話がね、あのなかなか通りづらいというか聞きづらいので、あのステージの方でお話になるときはマイクを、あのマスクをお外しになっても結構ですので、そして川辺さん、小西さんです。あのマイクが2本しかないんですよ。すいません。なので、あのじゃあ、はい、お渡しいたしますので、じゃあまず小西さん。これ聞こえます？聞こえてる。あ、じゃあよろしくお願いいたします。はい、この三択でトークショーを行います。セーターアクションお願いします。どうもお座りください。お座りください。さあ、どうしましょうかね。二人とも。それではマイクを小西さんにお渡ししましょうか。このマイク。じゃあ小西お願いしますね。はい。マスクを取った方がいいかもしれない。マスク。あ、お世話になっております。カーペンターの小西です。よろしくお願いいたします。ぜひ、はい。初めまして、ジェシーです。よろしくお願いします。ありがとうございます。もうジェシーモテる。あ、福井です。よろしく。あの、2人ともすごい口下手なんですよ。僕、3人とも口下手かな。だから僕がちょっといろいろ聞いていきたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。まず、ジェシーちゃん。最近ね、まあ、カジキはじめ、マグロはまだ。マグロはやってないです。平松さんと GT よくやってるんですよね。それで、どうでしょうか。今、国内でだいたいトータルで GT の、キャッチ率20匹以上最低釣れてれば、もうほぼ上級者に近い、まあ、ぐらいのレベルになるんですけども、今何本釣ってますか、国内で。国内66匹。これ66、国内、海外は何匹ぐらい？海外は71ですね。これ130本ぐらい。そう、もう。こんにちは、どうですかね。国内で66はすごいよね。はい、なかなかそんな感じ取れないです。ちなみにですね、タグを打ち出して、私のビッグディッパーの船でタグを打ち出して、カーペンター小西教授が130本ぐらい釣ってまして、その中で、その打つ前も入れたら多分ね、奄美大島トカラだけで150本ぐらい釣ってるんですよね。でそれでも半分近くジェシーは釣ってる。まあまあかなりの上級者じゃないかなと思って、今回ちょっとここに座ってもらっていろいろ聞いてみようかと思ってますけど、どんな感じですかジェシー。あの最近こうなんかかなりもうやって10年ぐらい経つ。12年経つんです。12年ここのところ2、3年で相当なキャッチ、ここ数年で上げられてると思うんですけど、どんな理由で上げられたか、ちょっと簡単にこう分かるようにして。釣り歴は12年で長いんですけど、やっぱり10年ぐらいタックルが決まらなくて、本当その時は10年で9匹とか、もう1年1匹釣れるか釣れないかぐらいで、やっぱコロナで海外行けなくなって、日本でここ3年練習した時にようやく自分のタックルが見つかって、飛距離も出るようになって、そしたら自然とやっぱりバイトも出始めて、結局国内で66本釣ってるんですけど、そのうち50匹ぐらいはやっぱこの3年で一気に釣れるようになりました。まあ、調校回数も多いけど、まあ去年、まあ今沖縄の船とうちの船と種子島で GT コンテンツやってまして、去年は38キロで初代クイーンになってるんですよね。で最大は何キロでしたっけ GT 今。過去48キロ。もうやがて50キロに迫ってるような勢いなんですけど、教授どうでしょうか。最近女性の人だけど、まあ、タックルの選択肢がすごい増えてると思うんですけど、どんな感じですかね。やっぱり
やっぱり GT 女性用のロットとして作ってるのか、平和さ用をあれしたりマグロ用をあれしたり、どういう感じで今みんな投げるような選択肢ができたんですかね。うん、ライトでも折れにくいサンは、まあそうですよね、本当ですよね。それもあるかな、うん、ルアーもやっぱり結構いろんなアイテムがあると思うんだけど、だいたい何グラムぐらいでジェシー投げてるの、いつも。私は100もいかないですね。80、75ぐらいから100までの間で。ああ、そうなってくるとやっぱりルアーの選択肢も増えて、ロットも増えて、そう、4日間投げてもやっぱ疲れないに投げ切れる。なるほどなるほど。別に教授はそれをあれして女性に合わせて作ってるわけじゃなくて、そういうアイテムがいろいろできたまたまできてきた感じですかね。そうです、そうです。平政が、うん、なるほどなるほど、ある程度小型のルアーを投げないといけない状況、うん、かつ高負荷に耐えられないといけない。なるほどなるほど。その辺を作った差が、まあ、女性の方で、うん、で GT 使われるで、いいなって。そうですね、女性の話で申し訳ないんですけど、女性うまいですよ本当に。今多分女性だけのカテゴリーで言ったら世界ナンバーワンじゃないですか、大物のフィッシングをさせたら、うんうん、多分世界で一番うまいと思いますよ、女性、あの日本の女性は、はい、それとオータの、ね、だ今年の GT クイーンになった方も、もう49、ああ消えますよ、49キロですからね。すごい。もう本当にやがて、もうテレビとかにも出てきて、どんどん30キロ、40、すいませんね、30キロ、40キロは連れていくようになると思うんですけど、やっぱり僕も教授も90年代前半から GT やってまして、まあ、女性が増えた理由ってやっぱりタックル、うん、タックル大きいですね。そうですね、すごい大きいですよね、はい、だからどんな感じなんでしょうね、これからどん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 増えるんじゃないかと思うんですけど、うん、そうですね。ね、で昨日もですね、昨日まであのアフリカのマダガスカルに行ってたんです。マダガスカルと神そうだな。カモ自身も言ってたんですけど、どんな感じだったですか。どんな感じですか。超過ポイントいろいろやっぱりあったと思うんですけど、どんな感じだったですか。今回最初から風向きが良くないからあんまり釣れないよとは言われてたんですけど。まあでも30キロ近いですよね。そう、釣れましたね。やっぱ日本と違ってその船に合わせる、海に合わせる、その船長に自分が合わせる、いかにそれを早くできるかで、やっぱ最初の方は腸から出なくて、でだんだんやっぱ慣れてくると、まあ日本でやってることがいかに役に立つなっていうのが、ね、で腸からも伸びましたね、やっぱり。まあ結構騒がしてたで、4人で皆さんやられて一番釣った方だったんでまあやっぱりすごい上手くなってますよね、これから。ね、まあちょっとまたこれからいろいろ頑張ってもらいたいんだけど、はい、女性すごいですよ本当に最近は。で恋ちゃん最近どんな感じですか、ルアーは。いや、今流行りのルアーってみんな聞きたいと思うんですけど、どんな、もう質問したい人いっぱいいると思うんですけどね、どんなルアーが一番効率がいいとか流行りとかってあるんですかね。なんかね、うちはね、ガイド船長目線だと、もうね、ありとあらゆるルアー、ポッパーもあのダイビングペンシルもいろんなルアーで皆さん釣ってるんですけど、やっぱり一番こう人気ある形とか重さとかってあるんでしょうか今。うん、まあ投げやすい重さ 100g から 120g、 やっぱり100から 120g ですかね。まあ、投げやすいですね、疲れにくくて、うん、あとルアーのタイプは状況に合わせて。ああ、なるほどなるほど。なんかそのルアーが、前はもうほらポッパーだったらポッパーだけでしたからね、うん、であのダイビングフェンシーだったらもうそればっかりだったけど、今はもういろんなルアーが出てきて、いろんなパターンがでお客さん釣られてるんで、なんかこっちがいつも見てるんだけど、逆にお客さんがどん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 上手くなっていっちゃって、ついていきたいところもあるんですよ結構。で、まあ皆さん承知だと思うんですけど、教授が考えるルアーもちょっとね、宇宙人じめててね、なかなか動かすの難しいですよ最近。何がいいか分かんないんですけど、
まだこれからいろいろ開発の余地ってあるんですかね。今やっぱり安定しちゃった感じするんだけど、いろんなルアーが出て、まあ多分まだ何か誰も発見していないような何かがあるとは思っております。常に、はい、それをねちょっとまた新しい宇宙人ルアーをね作ってほしいんですけどね。はい、もう多分ちょっと小西さんの話に近いですよね。なんかちょっとなんか質問ありませんか。質問小西ちゃんに。みんな手挙げてくれないんだよねこれいつもね。どうしましょうか。何かありますか。小西ちゃん今 GT 何本ぐらいしてるんですか。トータル、うん、もう1000は超えてるでしょ。いや、ルアーの動きがどうだったとかバランスがどうだったとか超過気にしたよね。数えてなかったんですね。あ、なるほど。よくわからない。これはちょっとまあそうだと思うんですけど、まあ、まあ有名なルアーシーフロックとかガンマとかありますけど、これ企業秘密で言っていいかどうかわからないんですけど、精度高いですよねやっぱりカーペンターさんで。やっぱり木のこの目を気にしながら多分教授を作ってると思うんですけど、結構大変なんじゃないですか。木の目を選んで聞いたことを教授からあるんだけど、小学校の小学生が使うテーブルありますよね。あれに1個ぐらいしかガンマ取れないらしいですよ。もう木のあのこの密度とか全部違うんで、木の木目が今もやっぱり端材だらけ。そうです。その仕入れた部材によるんですね。部材が合わへん時はもう合わへん。端材だらけ。はい、一時看板屋やろうかなって冗談言ってましたぐらいに端材あるって言ってましたよね、うん、だやっぱりそれだけ精度を求めるにはそうなっちゃうみたいな。そうですね、実際のところはもう多分1点でしか釣り合わないんです。 ある程度その範囲を設けないといけないんで。なるほどなるほど。範囲は設けてはいるんですけども、一番いい1点は大体分かってるんですね。ああ、その木の中で。はい、そこだけだと、まあ、材料取れへんし、ルアーの数も作れないし、まあ、とんでもない値段になってしまうんで、まあ、その辺のバランス考えて、そういった全く動かへんようなものを製品にできないし、もう当たりがないですもんね。当たり外れは全然もうずっと均等に出てるんで、その分にもやっぱり人気あるんじゃないかなと。樹脂で作ったりしたらダメなんですかね、やっぱり。樹脂でもでも割れちゃったりしません、あれ、かけたり、樹脂によっては。発泡ウレタンの比重の軽いものは、やっぱりどうしてもそうなりやすい。あと、まあ、子供の頃からずっと木削りながら、なるほど、なるほど。木のいい部分を生かして、なるほど、ものづくりができればなというふうに思ってます。まあ、大体 GT ルアーだと最低何グラムぐらいから GT ってゲームが成立するって考えてますかね、教授は。シャローだと本当にブラックバス釣るようなルアーでも食ってくると思います。10センチないようなやつで。そうですね、シャロー、その魚の大きさにもよるんですけど、シイラ狙うぐらいのルアーでも、まあ、十分対応できる。はい、食ってきてますね。やっぱりじゃあルアーの選択肢がすごいあるってことですね、今思うと。そうですね、今ジェシーはあれですか、どんななんか得意なルアー、引きやすいルアーってどんなルアーですか。得意なルアー、やっぱりそれも状況次第、疲れ次第とか。まあやっぱ海外の場合は風に向かって投げることも結構多くて。あ、なるほど。でそうなるとやっぱり女性の力じゃもう投げれないし飛ばないし、っていう時はやっぱヘッドリップが強いなって。あ、なるほど。波とか関係なくやっぱ誰でも動かしやすい。でもなんか魚にアピールしたいとか、ちょっと転がした風に動かしたいってなると、やっぱカーペンターとかの木で作られたガンマとかの方が動きでアピールできるから、もう使い分けは結構してます。まあなかなかその何がいいか分かんないから難しいですね、それは。ああ、ロットの、教授どうですか、最近は。どんなのが流行りとかある。バッチバチのパワーのロットとか、逆に根元から曲がるような粘っこいさとか、それも流行り。うちのお客さんいろんなもの
ってやってるんで、何が流行ってるか分かんないんですよ、もうね。そうですね、まあ、使うルアーによっての重さによって、ああ、なるほどなるほど、引き抵抗によってそれに合うロッドをまあみんなセレクトするんだと思うんですけど、今一番最大の重さって何グラムぐらいのカーペンターがあるんですか、ルアーの重さ。ルアーの重さ350グラム。350、はい、重いですね、結構ね。あれ、グビちゃんの大きい人生作ってくださって昔。あれ まだ出てるんですか、あれ、まだ。コッペパンみたいなやつ、はい、コッパはどんな感じですか。コッパもよくかかりますね。シングルック名品ですけどね、あれね。ワンフックもダブルフックも。僕今回マダガスカル島に行って船長にずっとポッパーやれって言われてるんですよ。シーグロックのダブルロックずっと投げてました。でも僕はね、自慢ですけどね、5球ぐらい1匹しか釣れなかったんですまあそんなんで帰ってきましたけど、バイトありましたよ、いっぱい。だから今年もちょっとね、いろいろあっちこっち行こうと思うんですけど、どっか行きたいとこありますか、今年。海外。今年ですか。ちょっと教授もちょっと秘境に付き合ってもらいたいんですけどね、今年ね、ちょっとね、いろんなとこ、まあおかげさんで、去年なんですけどね、大体年間うちで300本ぐらいお客さん頑張って釣ってもらってる中で、去年はね430本上がったんですよ。サイズは別として、大体20キロから25キロぐらいのものすごく多くて、超ビッグは上がらなかったんです、去年。で今年はね、ちょっと大きいの釣ってもらいたいかなと思ったりするんだけど、あれこれじゃ全然超が落ちないって、ずっと平均的に釣れるんですよね。なんかだからシーグロックでちょっと釣れなくなって、ポッピングで釣れなくなって、ダイビングペンシルで釣れなくなったうちに、みんなまたいろんなルアーを使い出してって、ポイントは別に新しく増えてないんですよ。でもやっぱりそれは教授のルアーのいろんなあのアイテムを開発してくれたおかげかなと思ってるんですけど、やっぱりでも 100g から 120g ぐらいですかね、皆さん投げるのね。多いのはそうだと思います。200、250なんてこれもうきつくないですかね、最近。なんか一発勝負はここのポイントはこういうのがいいよっていう時だけ使い分けて。そうですね。まあちょっと平松さんの話したら面白い。平松さんも使うの250、350でも。平松さんも使います。あ、本当。マグロも、マグロもシーラの、シーラ捕食してる時は使ったり。まあいろいろやっぱり選択肢が増えていいんですけどね、もうさすがにね、投げるのつらいよね、やっぱりね。はい、確かに。でもそんな中でこんな女性がね、うちでどうでしょう、40キロ以上釣った女性何人いたっけな、もう7、8人いるんじゃないかな今。まあ、自身が今超大きいの釣ってるんだけど、48キロって、もうやがて50キロいくんじゃないですかね。もうそんな勢いで来てますけど今。なんか質問ないですか、小西教授か、ジェシーさんに。何でもいいですよ。何ですか、はい、どうぞ。はい、はい、はい。どうぞ、いいですね。アマザの150が大好きなんですけども、はい、ありがとうございます。入った感じのものっていうのは、今後作る考えとかっておありですか。アマザ150。はい、もう多分15年、20年ぐらい前のルアーなんですけど、ご要望いただきましたら、まあ、肩は残ってるんで作ることは可能です。あ、もうじゃあぜひ作ってもらってください、これ。多くの方が希望すればっていうこと。いや、作ってくれますよ多分。淡沢英語書ありましたね、ひとずらハリセンボンカラーとかね、はい、ありました、ありました。そういえばあれも名品でしたよね。まあ、めちゃくちゃ数がないと作れないっていう形でもないんで、会社に機械があって、ルアー全部自分たちで作ってるんで、またぜひ一度ちょっと会社に戻って検討させていただきます。他に誰かご質問してる人いませんか。こっちから質問しちゃおうかな。じゃあいない。なんかマダガスカルの話で申し訳ないんですけどね、ショップに行ったらカーペンターのロッドがいっぱい並んでました。さすがですね。いや、僕はカーペンターの友達なんだぞって言って自慢しようとしたけど、全くなん
何も嘘だろみたいな顔されてちょっと笑っちゃったけどね。やっぱコニちゃん、コニちゃん有名ですよ、やっぱり。俺ね、コニア行った時も言われましたよ。ケニア。あ、ケニア。ああ、もうダメだこれ。しかし、あ、ケニア行った時もね、コニちゃんとかルアのことは言われました。だからやっぱり、すごい世界に広まってるな、顔は。ものすごい。やっぱりカーペンターさんのルアーを、基準にして結構いろんなルアー作られてるのは事実ですよね。見てるともうインドネシア、あのヨーロッパの方も結構 GT やる人盛んなんだけど、結構みんなカーペンターさんを元にして作ってたりしてるところがものすごい教授多いですよ今。外国のやっぱりメーカーさんの取引とかあるんですか？ダメだ。あのやっぱり外国に結構流れてるんですか？海外も13店舗ぐらいのショップさんが、はい、どうもアメリカからヨーロッパまで全部。あ、そうですそうです、はい、もう結構神格化されてますよカーペンターが。はい、すごいですね。頑張らないといけないです。まあ、すごいですね。もう本当にたまにこんな収録を手に入れましたとか言ってね、マニアックな人がすごい自慢に DM 来たりしますけど、またエロ書いたシーフロックとか作んないですかね無理難題すぎるかな。あれすごい人気ありますよね、ワンウックのブレードのシーフロックとか、はい、あれは名品ですよ本当に。僕もコレクターの種類として集めてますけどね。あれそうですね、絵を描いたのとか昔やっぱりコストかかりますかね、あれは。うん、8000円ぐらいの価格で販売してたんですけど、なかなか作るのが今難しい。もうクワガタとかサンタさん描いてくれたりいろいろあったっすけどね昔、うん、ね。ジェシー、ポッパーは使わないですか？全然ポッパーはカーペンターさんの BC ポッパー、あーすごいちっちゃいんですけど、うんうん、結構あれで GT 釣らせてもらってます、ね。そうだからこんなにでっかくなくても投げれれば意外と泡も出せるし、泡出るからね、ペンシルみたいにも動かせるから。万能なルアーが多いよねやっぱりね。あ、まあまあ今ロットなんかは何を使ってるの？ロットはやっぱ平間さんのロットを一緒に、平間さんもやるんで使わせてもらってて、正直 GT ロット硬いんですよ私にとって。で硬いからやっぱ3日間投げ続けるってなると全然投げれなくなっちゃうんで。だから何用が何ってあんまり決めつけない方がいいとこあるかもしれないね、まあ、もしかしたら、うん、そうだやっぱ自分の体力に合ったロットが一番、いやそれがやっぱり教授がいろいろなアイテムを出してくれるルアーもロットもすごいこう低遠征のお客さん入りやすくなったっていうのは、うん、で超過が僕どうでしょう、もうガイドやってどれぐらい経ったかな、98年の6月ぐらいからガイドやってるんですけど超過落ちないんですよね全然、ずっと安定して釣れてるんですけど、まあタグも打って裁縫があったりで、沖縄の資源船長のところで見ましたタグたちっていうのはなぜか奄美があるんですよね。だずっと沖縄本島に逃がされた GT が与論島、沖永良部島、徳之島を渡って奄美まで来て、もう2匹上がったのかな今沖縄の GT が。でまあ自分の話で申し訳ないんですけど、僕がタグ&リリースして3700匹ぐらい打ったのかな。でまあ2、30本タグついたやつが上がったんですけど、ほぼ同じ場所です。逃がした場所でね、ほぼ同じ場所で上がってます。で一番長かったのは3年後に上がって37キロだったのが43キロになったな。でも去年は5月に8キロぐらいだったやつが、僕が釣りビジョンさんのロケで採訪したやつ11キロになってたんで、
あれだから栄養状態とか個体差によってサイズ変わるのかなっていうデータはとりあえずできました。だからまあやっぱりタグアンドリリースする理由はやっぱりいろいろあるのかなと思いながらやってはいますけど、はい。というわけで話のネタがだんだん切れてまいりました。どうするんですか、なんかちょっと質問してませんか、誰か。こっちから質問して、あ、はいはい、ちょっと行くね。じゃあ声大きくしてって。はい、小西ちゃんが、はい。え、じゃあ平山さん？平山さんで限界なのに横行ったんですけど、やっぱ平山さんかけた時に一番何を考えるのかな。平山さんをかけた時に何を一番考えますか、教授。もうこれ大切で、こうこれ聞きたいですよね、一番ね。あの今すごいちょっとちゃ入れて申し訳ないけど、こんな見えるけどすごいですからね、ファイト。はい。推進がどれぐらいであるのか。あと推進、はい、冬場はやっぱ深いところにいると思っていて、基本やっぱ夏がいられることが多いかなと思っていて、水深本当13から5とか、はい、浅いところ。でその時にやっぱ僕は怒らせちゃいけないと思っちゃうんですよ。でもやっぱでかいサイズやったらもう出されたところになって、どうやって止めてあげるのかも。ちなみにちょっと予報から質問していいですか。大体何号ぐらいに、まあ GT の話じゃなくて申し訳ないですけど、平間さんだと何号ぐらい、どんな仕掛けやってるんですかね、教授は。6の太さ、メインライン。6、8、10ですね。6、8、10。はい。6、8、10。根ずれしやすいところはもう極力10でいってますね。締めれるだけ締めてます。初期設定どれぐらいですか、大体教授の場合。ね、ものすごく強く締めてる方からすると、私は最初はそこまでは締めてないです。でも8キロぐらい。15だと12、3キロかかってます。すごい締まってるよね。あの中にはもっとかけられる方、かけておられる方もいるんですけど、とりあえずね、最初のクッションだけは、なんていうですかね、設けておきたい。あ、なるほどなるほど。あ、なるほど。かかった時の、かかった時の最初の勢い、はい。意外にその20キロぐらいのだと止まってしまって、そのまま坂が上がってくることあるんですけど、多分40キロとか50キロの長さかかったら、あまりきついドラグにしすぎてると、ドラグが効かなくて切れることがあると思うんですね。ちょっと緩めておいて、ラインが走って切れる場合もありますけど、ヒットしても真下に戻ってすごい勢いであの根に戻っていくんで、糸ドラッグで出てないのにもうボトムに逆らえてラインブレイクっていうのもあるんで、極力あの急いで糸を回収してテンションをまず張るようにしてます。でそこからあのどんどん引っ張るようにしてます。魚を的にはもう本当に怒らせないようにファイトしてる。 GT のファイトしか教授の見たことないですけどね。もう怒るのかなんだろう、あれ関係ないんですよ。もう、まあ、GT の話しかわからないんですけど、教授がね、40キロぐらいの諏訪の水島というところでかけて釣ってる GT を見てた時に、まあ、GT の話ですけどね、GT 諦めてますね。もうまだ余力は残してるんだけど、引っ張っても出ないし、あたふたもさせてもらえないうちに上げられてしまうんで、いや、GT の話で申し訳ないんだけど、GT はね、諦めてしまうみたいなところあるんですよ。平間さんどうですか。だから GT って上げた時バタバタしないんですよね。あれね、多分で離すとパッと帰ってくんで、あれ諦めてるのかなと思う傾向は教授のファイトを見ると特にあります。それは平間さんどうですか。GT でも平間さんでも
止めるなら止める、うん、中途半端なドライブが一番ダメなような気がします。あとテンションが抜けるファイト、そのテンションが抜けてるっていうのを魚は気づくの分かるんで、そこが逃げるチャンスだと思って逃げて、レイバーが向かいやすいんで、極力テンションを抜かない、ドラグだけガチガチにしてても引っ張り上げないとドラグ強くしても意味がないんですね。その辺主導権を早く取らなきゃです。そうですね、心がけてファイトしてるというか形です。ああでも実際見てみたいでしょ、すごいですよ。いやー俺いろんなもん見てきましたけどね、ちょっとおかしいですよ、小泉ちゃん。こう優しそうで典型的な虚弱体質に見えるようなだけどね、すごいですからね、マジでスーパーファイトですよ。あと5分頑張ります。はい、あと5分だそうですあとはい、質問したいしませんか。ちょっと質問しやすくなったでしょ、誰か質問してくださいよ。とかしこまりました。マイクが悪いわ。はい、ジェシー何か喋ってください。じゃあ、はい、何か聞きたくないですか、女の子の話も。平間さんのですか、これ人間の特徴ですけど平間さんは、はいはいはい、やっぱり平間さんの時はもう6号ほぼ8号使ってますね。でドラグも強くて、でもロット立てれないからストレートでテンションだけは抜かないようにファイトをして、結構10キロ後半はもう去年10何本取らせてもらってマックス24キロ上げてるんですけど、でも逆に GD の時はすっごいドラグ緩いです。最初からもう触ったらジって出るぐらいの弱さでやっても、 GT やっぱ反転してくれるからかかってくれるんですよ。かかる、平間とこっちの上できちゃうからなんか緩いとうまくかけれないと思ってて、はい、これまあそうだ、うん、難しいね。自慢なんですよ、平間さん本当僕下手くそなんだよねもうかからないわ、何も何にしてもかかんないですよ、あれは。この間キャプテン選手にとおいて彼の仕掛けでやってもかかんなかった。6発ぐらい出たんだけど、あれ難しい、平間さん。なんかちょっと教授どうですか、 GT の平間さんってアクションとかあれ違うよね、同じ違うと思います。違うでしょ、全然釣れないんだもん俺、あれやってもへったくせえさ。なんかやっぱり平間と GT の違いってどういうところにアクション変えるんですか、もう感覚の問題。これ自分もね頭でよく考えて答えを出そうと思ってるんですけど、はい、なんか感覚的なものではあるんですけど、なるほど、具体的な言葉にできないんです、うん、難しいですよね本当ね。 GT 口大きいしね、はい、吸い込む力は平間さんよりあるような気がするんですけど、うん、で、まあ、GT の場合はうち限定の話だと結構深いところでもね、大きいの結構深いところで出るんですよ、水深が。だ結構取りやすくなったっていうのもあるんですけど、平間さんは難しい話しか聞かないですよね。なんで平間さんのトークショーになっちゃったもうネタ切れですよ話のやっぱりルアー変えるんですか、 GT ルアーと同じ理屈じゃいかない。アクションだと思います。アクションと間ですね、あの引いた次の間、まあですね。ジェシー何キロ、24キロって言ってんの、やっぱすごいですね。やっぱり国内で66本っていうことになると、これそうそうやり込まないと。男性でもうちのお客さん何百人っているけど、50本以上って言ったお客さんってほんの一握りでしょ。だってもうこいちゃんの半分だからね、ほぼ。すごいでしょ、すごいすごいすごいです。大体来るたび釣ってる、まあ超高回数多いのもあるんですけど、やっぱり今回のマダガスカルももうほぼ一番釣ったしね、休まない。休まないからですよ。やっぱ教授がですね、ここで一番人より釣る理由の絶対的な条件は、アクションとか飛距離とかじゃないんですよ。やめないんですよ、ずっと信じて
こんなところでも投げてくれるんだっていうところで投げてくれて、海外も何度かご一緒させてもらったんですけど、コニーちゃんここさすがに出ないでしょって言ったところに投げてますよね。やっぱり出すんですよ。それで、あ、こういうところでも出るんだって思ったことが、僕は初めてコモドショットに行った時にそれを釣り虫だと思ったことがありましたね。やっぱりまあ教授の場合はうちに釣りに来てるんじゃなくて全部開発なんで 100% ぐらいだから、超過云々とにかくその時の状況に応じたルアーなりかかった時のロットなりなんで、あんまり超過にこだわってないところもなくはない、あるはあるんだけど、まあそんな感じですよ、こちらね。まあ、はい。でもおかげさんで全然超過下がらないで来たのはやっぱりもう教授のおかげで、はい、こうやってね、ジェシーみたいな女の子本当にいっぱいね、大きいのボンボン釣るようになって、あわや男性が脅威になるぐらい、もうやっぱりいろいろ選択肢を増やしてもらっているからかと思うんですけどね。ジェシーどうですか、そこは。また同じ質問というわけで、ね、とりあえず出ない。やっぱ4号とか5号を使って GT やってるんですよ。メインタックルはどれぐらい GT だ。メインタックルはティラマサロットに4号、T ライン4号で90ポンド。リーダーナイロン。リーダー90ポンド。どれぐらいのサロットか。リーダーはでも一ヒロですね、私は。あ、一ヒロ。あの、その間にスペーサーっていうちょっとねずれに強かったり、投げやすい4号だとやっぱちょっとバランスが悪くて投げにくいんで、間にスペーサー入れてって、でもあんまねずれっていうのほぼ。いや、ねずれされたの見たことない。あんまりないですね。ないんですよ、ねずれ。なんか。なんか、ないんです。GT が起こらない。なんか4号では、4割は。卒のない釣り方をして、あ、来ました、ジーッとパッて釣っちゃうタイプ。そうです。GT はだいぶ釣りやすくなってきた釣りにはなってきましたね、うん、確かに、はい、平間さんちょっと聞いてると、平間さんは難しい、大変平間さん難しいですよね。平間さんもすぐ根に行って根の中に入り込むんですね。平間さんの話ですよ。はい、というわけでもう5分経ちましたね。あ、質問質問、はい、はい、してください。どうぞ。あ、超高ですミス、はい、超高に返す、はい、うちは毎月です。ここ2、3年月1ど沖縄か奄美には行ってますね。それまでは年、ね、1回とかでした。 GT です。で、平間さんも行ってますか。ほぼ GT が多い、はい、平間さんはほぼ毎日してるんですよ、結局。、はい、でも一日中魚のことばっか考えてるんで。一日長考が3泊4日ぐらい。そうですね、だいたい3泊4日、2泊3日、釣り船さんによりますけど。はい。あれ。小石さんはどれぐらいかな、テストを含めて。私は、小石さん少し減ってんじゃないですか、最近。ちょっと、うん、会社の仕事もしないといけないんで。ルアー作らないと怒られるんで、お客さんに。早く作れ、うん、ロットも作んなきゃいけないし、もう首を66首みたいに長くしまってる人はいっぱいいるんで。まあそんな感じです、大体。はい、はい、ああ、とりあえずそんな感じで、あの3人ともくしびらで大変申し訳ないですけど、とりあえずこんな感じで、トークショーを終わらさせていただきますので、また、カーペンダー教授とジェシーと、あのできたら僕も応援してください。はい、ナイトでいらっしゃいます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。寝たきの校舎です。ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。すいません、ありがとうございました。あの、お聞き苦しい点が多々あったのと思うんですが、どうもありがとうございました。ありがとうございます。いいですよ、タックル準備します。私いいですよ、やってください、ぜひ。小学校1年生なんですけど、ぜひ小学校、まだ今エスタスリーで、いや、いいですよ、いいですよ、全然やってください。